の機捜車両が再び発見と知らせ、那覇市内を北上し始めたという。どこだな。無線を受け、先回りして待ち構えることに。すると。あれじゃん。あれ。二人乗りのバイクが通過。さらに2台が後に。盗難バイクとその仲間たちだ。なんか一瞬出てるからな、これみたいな。覆面パトカーの追跡に気づいたのか、猛スピードで国道を北上していく。とそこへ。暴走族対策係の白バイだ。ボートによって、先の信号、先の信号あたりで現在進んでます。白バイ4台、覆面パトカー2台で一気に確保を